あら、奥くんかな。なんであいつ戻ってきたの。何、どうしたの。忘れ物。何で戻ってきたの。忘れ物。何忘れたの。チンコ。チンコ忘れた。お前相当ヤバいで。うん、ヤバいっしょ。症状なくすなよ。症状ちょっと落ちた。あ、うまいよこれ。全然食い切る自信ねえよ。なんかちょっと嫌なのがさ、ちょっと白くなり始めてんのが嫌だ。あれ、これに近づくから。だってさっきから砂糖の匂いしかしなかったもんね。うん、なんかもうやばい。ちょっとやばかった。あ、うまい。きつい。きついよ。ねえ、あいつら海入るんでしょ。うん、入るよ、多分。伊藤さんは。俺、入ってもいいんだけどさ、あのね、こういうほうが牧山くんがめんどくさい。あれでしょ。牧山くんがめんどくさい。うん、大丈夫ほうが。俺、砂つくのがめんどくさい。あの、だってここシャワーないでしょ。ない。俺、最悪その状態でバイト行くことになるから、それだけは避けたいからさ、入りたくないんだよね。なんかどんどん削られてる。うわ、ねえねえ、これだけ見てる、これだけやるとなんか変じゃね。なんかき、なんか嫌じゃね。なん、えい。いやでもさ、実際下の方を同じ色だったら、あー、そういうこと。もっとやばいよ。だからまだマシな方じゃない。ボール、ボールなんか嫌だよ。キノコ見える。初めからキノコじゃないそれ。なんかキノコっぽい、その辺に生えてる、うん。やべえな。とりあえず三脚回収しに行ってくるわ。使うんじゃないの、わかんないけど。海入るのないの。あ、まあでも俺もっか行くか。うん、この人またヒットするでしょ。終わりた。え、かけた、めちゃめちゃ焼酎食われたみたいな。やばいよ。てかさ、あーまい、これはきつい。頭痛くなってくんだけど。なんもないよ。だってここ出入りに、あ、さっきのよ、民宿出入り OK だったらさ、うん、俺そこら辺でおたけ取ろうかなと思ってたんで。ちょうどいいところにバッグがあるからさ。出入りは、うん、交番から見えないからさ、ちょうど交番どっかにあった。あ、そうか、近くになるからさ、取りやすいんだよね。8時から。ああ、そう、遅いけど、
旦帰って荷物整理していきたいから6時半には家着かないと。着替えてきた。だねって梅干しみたいなって名前もうだいぶ来た梅干しやん頑張ったしたあ俺もじゃあ渡さないよ豆乳になりそう豆乳になりそうないよこれがあれば行ってやまだ欲しいよあじゃあ量があって行ってなきゃ鍵カッコついてたよし。むしろゼミ合宿なんだっけ？